さあやっていこうか。バイオハザード 8.2。いやー、ほんと気持ちいいですよね。もうこれ使ってると、そこがもう苦労して手に入れた甲斐があったわ。ほんと撮影のこととかね、気にしないでさ、撮影とかまあ時間のことを気にしないでプレイができるんだったら、ほんとね、このハードコアをねクリアする勇姿っていうのをちょっとお見せできたらなっていうふうに思ったんですけど、まあ、残念ながらそれをね、あの撮影をこう区切って区切らないでみたいなことをやってると、あのギリギリだったんで、僕のプレイがあまりにもね、下手すぎてね残念ながらね。まあということでね、さーってこいつを何発でぶち込むしてね、あれいけるかってことで、ふんぬー重いのです、タンスゴン。うえー、来たー、気持ち悪い、なんだくそー。あー、今日もプロテインがうまい。マジかよって、そりゃマジかよってなるよね。だってね、もうほんと右半身は終わってる、なぜか左半身まだ普通の人間っていうね。それでどん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 やるよりも、さっさと鉄パイプでお亡くなりにさせてあげたらよかったかもしれないですけど、ね、俺の肉棒より僕の肉棒の方が、あ、鉄棒か、はぁ、もう何くだらないこと言ってんだ。なんかでもこれさ、まあ普通にぶち込んでいくけどさ、あのほら、ここをさ、なんかさ、あーあー、下手くそで、あれ、あ、終わった終わった。なんかさ、ほら、梅田ジャパンさんとかやるときさ、あの壁を打ってやってるじゃん、あのバックフルで。多分だから2発くらいでぶち殺してるっていうシーンがあったりとかしたんだけど、多分上手な人とかそうやったりとかするんだろうね。まあ、別に今あのタイムアタックとか狙ってるわけじゃないから、全然そんなことする必要ないんじゃないかなと思うんだけどね。ということでさ、果たしてこれは、誰がね、はしごをバカ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 って落としてくれたのかちょっとわからないんだけど、まあ多分僕が思うに、うん、ロケットランチャーの威力が強すぎた。ただそれだけのことな気がするけど。さあ、ちょっとまあ、あの、適当にアイテム回収だけ。なんかあの、こう、貧乏症なんでね、適当にアイテム回収だけをどうしても済ませておこうっていうね。もうこの武器さえあれば全然問題ないんだろうけど、けどね、とりあえずね。で、ハーブ、万が一のね、ああ、そっかー。なんかあの、ほら、一度もダメージを食らわないでクリアするみたいな、確かやつがあったと思うけど、あれとか試してみてもいいのかもしれないね。今はまだダメージ食らってないからね。ただね、やっぱり、あの、気づけば大丈夫なんだろうけど、一番怖いのはリッカーと、あとあの、忍びずっしんずっしん、タイラントザウルスずっしんずっしんっていうやつがね、このネタがわかる人は多分皆さんパパさんだと思いますね。うん、体冒険出発。個人的にあずきお姉さんよりも誠お兄さんの格好さに惹かれております。うん、あのその NHK の E テレのお母さんと一緒ね、うん、お母さんと一緒で、あの体冒険体だんだだんだんっていうのがあって、なんでこれ丁寧に説明してるんだろうね。まあ、これはあの実際子供がいるパパさんとかママさんが分かる特権っていうことで、多分まあこのバイオハザードとか見てるような人たちがね、あのなんかそういうのを見ている世代だっていうことはちょっとあまりにも考えにくいけど、まあ、とりあえずそんなのがあるんだなくらいに思っていてください。あのお母さんと一緒のねコンサートとかね、8月の末とかに行ってみたんですよ。あの初めてのそのライブコンサートっていうの、うん、がコンサートライブどっちなんだろうな、あの大阪城ホールまで見に行ったんですけど、いや、なんか生でその今までテレビで見てた人たちとかっていうのをさ、こう目の当たりにすると、なんだろうね、ちょっと興奮するよね。吉本とかを初めて生で見た時とか、漫才くっそ面白くって爆笑ゲラ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 しまくってたけど、なんか歌は歌でやっぱそのテレビで聞くよりもその生音源だから、まあそのスピーカーの位置とかによって若干訪れとかあったりしたっていうのは正直あって、テレビと比べたらやっぱりどうなのかなっていうのはあったけど、でやっぱり生音源はすごい迫力もあるし、何よりもこうテレビで見る人たちが目の前でね歌を歌ってるとか踊ってるとかっていうのはすごい良かったっすよね。まあ、ただ残念ながら誠お兄さんがちょっと体調を崩して喋ることができなくて、で、まあ、相当しんどかったのか、いつもの体のキレっていうのも全然なくて、うん、いつもだったらそのなんかアクロバットの動きとかもできる、まあ、なんならバック転ができるくらいの人なんだけど、もう腕振るのすらなんかこう、何おもりでもつけてんのかくらいこうカチカチだったんで、まあそのくらいやっぱしんどかったんだろうなっていうのは正直あって、だよね。まあまたね、あの多分次の子が生まれたりとか、まあ、もしくはね今の娘ちゃんが大きくなったりとかした時にやっぱもまた行きたいってなれば行くかもしれないけどね、うん、であのその時にあのお父さんと一緒の
キャストたちも出てきてたんですよ。でその中にシュシュっていうキャラがいて、でそのシュシュっていうキャラとその誠お兄さんがまあ、関西特有というか、まあ、埼玉スーパーアリーナでも若干やってたみたいなんですけど、あの吉本興業のさ、あのスッチー と、吉田さんが一緒にやってる、あ、スチコか、スチコか、スッチーじゃねえや、スッチーは、あのスチュワーデスになっちゃう、あの スチコと吉田さんがやるさ、あの乳首ドリルあるじゃないですか、まあ、あれをさすがに乳首っていう言葉を子供の前で言うのもあれだったんだろうか、お腹をね、あの誠お兄さんがドリル持ってきて、で、ドリル、お腹ドリルすなーってシュシュがこう言うっていうね、あのやつがあるんだけど、シュシュの中を演じてる人が、アメリカザリガニの人なんだよね。アメリカザリガニの、柳田さんだったか柳本さんだったか、なんかそういう、人、名前の人なんだけど、アメリカザリガニって、吉本興業じゃない芸人さんなんだよね。でそれが吉本興業のネタやってるって、まあストレートに言うとパクリだから、あ、これ大丈夫なのかなってこう家に帰ってからこうなんか謎の心配をするっていう、まあちょっと面白いことがあったっていう感じなんですよね。そりゃいいんです。まあ面白いニュースだって、さっさとぶち込まれちまえばいい、キャッキャーって、まあそりゃそうだよな、誰かに食われてればいいが、どういう、まあ、そういう感じなんですね。そうそう、だからあれは面白かったな、ね、だって吉本のネタ大阪でね、それはウケるに決まってるし、そういうのをなんかこう E テレみたいなさ、こうかっちりとした番組の中でドリルすな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 っていうのをやってるのがすごい面白かったですよね。でそれをやった後の誠お兄さんの満足げな顔がね、またこれ超イケメンなんだよね。誠お兄さん僕の一個上らしいんだけど、31歳だったから、あんなねこう細マッチョみたいな感じで、かつイケメンで生まれるってやつだもん、ね、囚人みたいなもんだ。まあもう今更顔とか体型とか変えられ、まあ、体型は変えられるか、身長は変えられないけど、ね、体型は頑張っていきたいと気になればいいっていうだけの話。何を言ったの、言ってないで逃げるぞ、まあそのところだね。ということで、まあ誠お兄さん以上に超ムキムキな男がこうやって、まあ、片手で成人男性を持ち上げてレンガごと潰すことができるね。で梨汁ブッシーっていうことができるような、まあ、ムキムキさんが今から現れるというところだったので、このタイミングでレオンの存在にも気づいてるはずなのに、こう向かってこないっていうのは、もしかしたらこう鉄格子を潰すほどの力はない、レンガは崩れやすいからいけたみたいな、そんなオチだったりするここを出るように言ったのにっていう、まあ、謎の推測をして、そんなのはどうでもいいっていうね、まあ、知り合いかどうかで言うと私の浮気相手みたいな。奥さんと別れるって言ったのに全然別れてくれないから、資格を放って殺してもらった。私はもう一人目は嫌なの。でも名前すら知らない、あなたみたいな芋っぽい男も嫌だわ。何より私ケツアゴが無理なの。出口を探すのね。さあ、まあ、それはどうでもいいね。さっていこうか、うん、また話しましょう。さてどこまで行こうかな。まあワンちゃん出てきて、駐車場抜けて上登ってっていうところまでかな。こっからまた戻ってっていうのは難しいし、まあ、パーキングパーミット欲しいっていうのは川川なんだけど、それよりも、うん、そのロケットランチャーぶち込んでしまえば、まず間違いなく、ああでもそっか、ぶち込んじゃうとパーミットがパーになっちゃうっていう話か。であれば戻った方がいいよね。はい、じゃあカチャコン。さてさて、いやでも本当に何だろうな、無限武器も解放されたら、こう単なるストーリーでこう進めていくっていうだけじゃなくって、まあその進め方としては固定されたやり方でいいけど、その全てのアイテムが手に入って、クレア編で レオン編でクレアの進み方もできるし、レオン編でもクレアの進め方ができるし、うんうんうん、クレア編、え、違う違う、あれブルブル、クレア、んレオン編でクレアの進め方もできるし、クレア編でレオンの進め方もできるみたいな、こういうこう分岐ルートみたいなのがあったりとかしたら面白かったので、まあ、そこまでやろうと思うと、そもそもバイオ2の、まあ、中身自体がもうモリモリになっちゃうから、これ死んでる OK、まあ、バイオ2自体がモリモリになってるから、まあ、それやるくらいだったらバイオ RE3 とかでね、バイオ RE3 のあのボリュームの少なさに関してはもう、あっと驚く、ダメーゴローっていう感じだったからね。
あれなんか俺バイオビレッジのあのマザーミランダフルボッコくらいからなんかちょっと古い昭和のネタ使いまくってる。大丈夫？一応生まれは平成なんだけどね。この死体はやったところで起き上がっては来ないんだよね。大丈夫なんだね。あれちょっと待って、こいつもすでに焦げてる。かわいそう。これ動くんだよ、多分。うえーって。もうすでに永遠の眠りについてらっしゃる。ご愁傷様です。お疲れ様でした。はい。じゃあ、ここくるくる開けて、で、上登って、ああ、じゃあその前電気つけて上登って、まあ、いろいろと、てんやわんやして、終わりにしていこうか。あと5分くらいかなで進められたらと思うんだけど、ワンちゃんいないよね。あれなんか、最初にこう実況プレイ撮ってた時に、確か、なんかいた気がしたんだけど、あれ電気つけてからか。ちょっとあんまりよく覚えてないんで、まあ、とりあえずこれをカチャコンしといて、で、あ、そうか。あれだ。普通のアイテム取ってないから、普通だとあれだもんね。なんかあの、宝石箱やみたいな開けてで出てくるはずだもんね。それやってないもんな。あとポータブルセーフとかね、まあ、めんどくさいもんやってらんないわよ。とりあえずあの出てくる敵をすべてあの蹴散らしていくっていうのがあのやることだ、ね、なんかやっぱちょっとかっこよかった。カチャカチャ、はいはい、さすが、はい、おやすみ。なんかいたね。じゃあ帰っていきましょう。ここってハードコーナーの時って2匹いたっけ？ 1 匹だよね。敵の数って増えてたんだけど、体力だけがやたらとめちゃくちゃアップしてたっていうイメージはあるんだけど、なんか駆け抜けていった黒い小僧がいるんだけど、小僧寿司チェーン、そう、小僧寿司って、なんか昔すごい CM とかやってたけど、あれって、なんと、かっぱ寿司の系列だったんだっけ？うわ、わかんないな。もうちょっと前にさ、かっぱ寿司の社長逮捕されたみたいな事件とかじゃないですか。あれね、はま寿司から、まあ、元はま寿司の社員であの情報を抜き出してきたみたいな、こうちょっと相当悪どいことをやったっていう話があったけど、うん、よかった。ういうい、来る来る来ない、来る、向こうの方で来た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 、ブレブレブレ、めっちゃ駆け抜けてってるね。スパイ行為みたいなもんだもんね、そんなことやってるってね。いる？いないね。赤ちゃこんでうぎゃー言ってるからね。あ、なんか二人密集してる。繰り返してる、繰り返してる。出ろ。ん？ん？大丈夫？よし、じゃあ、もうこっから登っていって、もう間もなく終了となります。はい。まあ、すごい楽しかったですね。やっぱり、あの、バイオってそのスリルを楽しむのもあるけど、やっぱクリアした特典としてさ、こういうさ、ギリギリを楽しむっていう世界線も楽しかったりしますよね。ということでね、なんか、あの、スリルよりも爽快感を楽しみにしているという方はですね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、引き続き応援していただけると嬉しいです。では、次回パートを多分引き続きやっていこうと思いますが、ちょっとアイテム整理だけにしてね、終わりにしていきたいと思います。これはいらない。こいつはいるかな？うん。OK。あ、こいつ。あれ、間違えた。まあいいや。そうだね。ダイヤ使うんじゃない？はい、デイ。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。ただいま10時半。それではまたお会いしましょう。バイチャー。ウィー。